はーい、どうもジュリアスです。eFootball 2022シーズン2アンダーウェイ開幕ということで、ようやくバージョン1.1.1が配信されました。これを機にですね、ま、いろいろ、まあ、結構変わって、まず、この背景がダークトーンになって、まあ、若干暗い。 <laughs> 暗いくて、まあ、文字を黄色に、イー、フットボール自体が、なんかテーマカラーが多分黄色とこの青なんでしょうね。で、青を濃くして、まあ、黄色ってやっぱり光の三原色なんで黄色若干見にくいんですよね。どうしてもディスプレイとかこう発光させるもので見る場合、黄色って見にくいんで、それを目立たせるために暗い色と合わせたっていう感じで、 <laughs> なんかね、背景暗いっすよね、これ。まあ、こんな感じでちょっと重たいんですけど、ま、いろいろ変わったんで、シーズン2になって、まあ、プレミアムアチーブメント、プレミアムパックなのかなまあ、ネイマールパックとメッシュパック。ネイマールはサイドアタックがもともと全員80の選手が11名。メッシュはポゼッションが 80の選手が11名っていうような感じで手に入ると。これが全部 E フットボールコインで買えるって感じですね。2000コインですね。両方とも。これですね。アチーブメントの中に、まあ通常のアチーブメントとプレミアムアチーブメントができてですね。 まあ、さっき言ったのがまあメッシュとネイマール。結局、ここの辺のスアレスとか、ラルタロ・マルティネスとかね、こういった感じで。それプラス、トレーニングプログラム4000が15個っていうので、かなりね、お得なパックになってます。まあ通常でガチャ回すのが一番効率悪いって感じですかね。で、ネイマールパックもこういうので、 ま、ネイマールだけ金ピカって感じですね。レジェンダリーっていう感じなのかな。それとは別に、ま、もともと予告されてた FC バルセロナサイン入りのものとか、まあ、選手が違うだけで、これは似たようなもんで、これもポゼッションが80か。バイエル・ミューヘンはショートカウンター80。ウパ・メカノがレジェンドっていうのと、まあ、ユーラッシュフォードがレジェンドっていう感じですね。これが全部、えー、っと、5個が2000コインのやつで、 ここから先がプレミアムじゃなくなるのかなで、要はレジェンダリーの選手がいないっていう感じですね。で、その代わり1500コイン。ちょっと安くなってます。それがアーセナルローマ。まあ我らがローマもあるんですけど、ザオローニとか、数名星子やったかなペッレグリーンとか。で、セルティック、モナコ、ガダラサライ、マンチェスタービーマン、ま、マンチェスターシティですね。デーブライネがいますよ。 個人的には、まあ、マンチェスタービーが一番欲しいけど、ただ、こ11面もらったらもうちょっと私 <laughs>、パンクしちゃう。要は、取った選手みんな使いたいじゃないですか。一応ね、弱い選手でもね、試合に出して鍛えたりしてるんで、ちょっとこんなにいっぱい来たら困るっていうのが最大の理由で、まあ、後々買うかもしれないんですけど、あと55日残ってるんで、まあ、私的には、まあ、すぐに買わなくていいかなって感じ。まあ、コインがある人は買っちゃっていいと思います。普通にガチャするよりは全然いいんで。 で、それとは別にこのバリューとかスペシャル、バリューは500コインで、ブリシッチが確定で入んのかなそれ以外にも、えー、っと、アチーブメントが増えるから、アチーブメントをクリアすると200コイン。私が別でアチーブメントを達成してるから、今10個達成してるから、これ買ったら手に入りますよってことですね。まあ、200コイン手に入るんで、300コインで実質いけるっていうようなか内容。 で、トレーニングプログラムであったり、この指名契約権星5っていうのがね、めちゃめちゃでかいんですけど、<laughs> ツアーイベントでゴールしたら、こんだけもらえるとかね。まあ、最大で11万ポイントとか、まあ、指名契約権4とかね。アチーブメントをクリアすることによって手に入りますよっていうアチーブメントが増える感じですね。 で、スペシャルっていうのが、まあちょっと、もっといいやつですよっていうのが1000コインあ。こういうのを買う方がいいんでしょうね。1000コインで300コイン返ってくるみたいな。こういう使い方がね、<laughs> 良さそうですね。しま、指名契約権2とかはあんまいらないでしょうけど。ほら、5?5 が2つ。めちゃでかい。<laughs> で4、4。42つ。でかい。こういうのが手に入って、プレミアムアチーブメントによって、いろいろ手に入りますっていうね、バリューパックみたいな感じですね。 まあ普通のガチャするよりは全然いいんでお得なんで、まあこっちやった方がいいです。で、それ以外のアチーブメントとして、まあキャリアアチーブメントとウィークリーアチーブメントは今までと一緒なんですけど、レギュラーアチーブメントっていうのが追加されて、1ヶ月やからこれ、多分あれなのかな、フェーズ、フェーズが今ね、シーズンとは別にフェーズが今3らしいんですよ。<laughs> まあちょっとこの考え方よくわかんないんですけど、まあ、フェーズごとにかなちょっと大した記載がなかったんであれですけど、レギュラーアチーブメントっていうのができて、その中で、まあ試合、ツアー、ドリームチームのツアーでやったり、チャレンジイベントであったり、まあ、対人戦ですね。そういうのをクリアすると、こう、いろいろもらえてですね、 ま、なんとなんと、星 5? 指名契約権星5が手に入ってるっていうのでね、試合をツアー、AI と5回対戦するだけでこれ手に入ったんで、ま、もらいますと。こんな感じで、ゴールするたびにね、こうやって手に入るとか、めちゃくちゃ報酬がもらえるようになってるんで、今始めるのにはね、めちゃくちゃ持ってこいって感じですね。 バイエルン・ミューヘンのユニバルドハイライトまあ、バイエルンの成績が良かったよっていうキャンペーンで前のローマみたいな感じですね。AI 戦でバイエルンと戦って、バイエルン・ミューヘンガチャの抽選契約権が1枚もらえますと。いうので、まあ、これちょっと戦ってきました。で、ライブアップデートの評価が最高の A になってます。ローマと入れ替わんのかなこれは。っていうので、ちょっといっぱいね、<laughs> 獲得できる選手が増えたと。 と、まあ、ヨーロピアンクラブガチャっていうのは、まあ、一回無料券は以前ログインした人だったかななんかもらえたんで、一回触れますと。クラブセレクションでリバプールが来ましたと。まあ、サラーとかね。マ、ま、ネ、あ、とか色々。ファンダイク。結構いいのが来てるんですけど、まあ、これはフィーチャーなんでレベルが6までとか7までしか上がりませんっていうようなやつですね。で、それは今までと一緒なんですけど、これ、プレイオブザウィークだったかなこれ。POTW とか POTM。 っていうのが出て、それプラス、ヨーロピアンクラブチャンピオンシップリーグハイライトっていうのがまあ2種類来たりして、星5の選手が増えましたと。まあこれでやったら、えー、チャルハナオールとかですね。でもこれはもう何もパラメーターを上げられないんで、チームスタイルがね、結局低い。だからロングボールが80、最高で80なのかな自分に合ったチームスタイルの選手を取らないといけないけど、99とかまでできないんで、そこの辺が注意必要ですね。 で、これなんと、サラーが手に入る。こっちの方はレベルがちょっと上げられるんで、チームスタイルも上げられますと。だからサラーがもうすでに AI と5回対戦したら、手に入ると、<laughs> いう感じただサラーってさ、右ウィングしか使えへん。本来の能力発揮せへんから、センターフォワードができないんですよね。っていうので、ちょっと使いどころが困る。まあ作戦、っていうかフォーメーションに困るって感じですね。そんなあなたには、レバンドフスキーとか、ベンゼマ。 でも私はちょっとクルトワが気になってる <laughs>。ちょっとね <laughs>。ブッフォンはポゼッションに全部振ったから、ショートカウンターのキーパーがいない守備的ゴールキーパーが欲しかったんで、クルトワにしようか、レバンドフスキーをもらおうか迷ってるところですね。で、ヨーロピアンマスターカップっていうのはカップ戦かなこれでもデクランライスとかですね。まあちょっとレバンドフスキーとかにしたら見劣りしますけど。こういうね、星5はデクランライスだけか。 で、今まであった星3とかもね、この辺ももらえたりするんで、まあ、契約できたりするんでね。ちょっとね、選手をいっぱい手に入れれるっていうことでね、めちゃくちゃ困ってます。J リーグの方で、ま、J リーグかなこんなもんですね。<laughs> 星2が最高って感じかな。それと、バイエルンガチャ。もう引けるんで、バイエルンガチャ引いていきましょうか。まあ、結局、ここでレバンドフスキ取りゃいいだけの話なんですよ。<laughs> 取れるかわからんけど。まあ、あ君ひでゴレツカでも、ウパメカノでも、リュカでもいいし、 ただ、あの、控えの選手も星1もいるんでね。まあ頑張って取っていきましょう。行くぜ。星1かい。星1を。<laughs> またゴールキーパー来た。フリュートル。ちょっと知らないし、ね。<laughs> 21歳。 ま、攻撃的ゴールキーパーか、また。キーパーを引く運命にあるのかな。<laughs> ふざとに続き。はい、バイエルン終わりましたと。じゃあ、ヨーロピアンクラブス。通常ガチャですね、これは。ホルラン、ギャリスバリー、ジェイ・ギブンっていうのでね。星5が、ホルラン、ベンセマ、ナバスとか、レジェンダリーがしょぼいっていう感じですね。星 3? ま、あ嘘やな。 <laughs> 大体星さんやなカーティス・ジョーンズでした星さんかまあ鍛えればなんとかって感じかなそろそろ読んないと厳しいですね20歳なんやあんま知らないなあでも結構いいねまだステータスがなって感じかな若き才能2列目からの飛び出し強い48上がればなんとかなるか鍛えるの大変やけど じゃあさ、星5はもうクルトワしかないんじゃないか私には <laughs>。ゴールキーパークルトワ。199センチ丸で。まあゴールキーパーセンスを上げるだけやなと。まあレバンドフスキー、一番高いから、レバンドフスキー入手しとくっていうのもありやねんけど、レバンドフスキーね、どこのクラブに行くのやら。いやー、見るとめちゃくちゃいいな、レバンドフスキー。<laughs> レバンドフスキーめちゃくちゃいいな。レバンドフスキーにしようか。やっぱクルトワとクラブタム、レバンドフスキーがちょっと良すぎる。 レバンドフスキーにしましょうか。一番高いからな。遺跡金が。<laughs> 遺跡金が一番高いからな。レバンドフスキーにしよう。単純な理由。大体の人はレバンドフスキー選ぶんちゃうか。まあ足はそんな速くないっすけどね。私の座れ数に次ぐ決定力持ってるから。ショートカウンターも80やし。完璧や。ロベルト・レバンドフスキー。 やばいよ、レバンドフスキーなんかもらっちゃったら <laughs>。で、また星5が手に入ったら、これをね、引けば、引けばっていうか、変えればいいんでね。それとですね、ま、星4はちょっと、欲しい選手が今いないんで、置いといて、スタンダード選手から、ちょっと、あ、すげえ溜まってんな。<laughs> GB が結構溜まりましたね。ということで、 元々49万貯まってたから、ついに私もフォワードを強化しようとしゅうことで、ネイマールですね。ネイマールを獲得しようか。ネイマール <laughs>、ネイマールかクリロナ迷ったんですけど、クリロナはオーバーメヤングがいるから、まあ、若干ポジション被ってるんですよね。役割的に高身長、スピード、ヘディングができるオーバーメヤングね。 だから、私的には被ってるんで、ちょっとね、ドリブルあんまり得意じゃないんで、ドリブルの練習をするっていう意味でも、ネイマールを取っていこうかな、という感じですね。ネイマールね、49万 GP だからね、左サイドバックのリュカエルなんですとか、センターバックのマルキーニョス2人を補強できるんですけど <laughs>、ま、ネイマールでいくか、と。ネイマール行きましょう。 ネイマール獲得。いやーいいね。怪我耐性が低いだけね。問題なのは。あと16万。あれリュカエルなんです。もうすげえぞ。いや、リュカエルなんです。トローカードで。<laughs> いいフットボールポイント交換所っていうのがなんかできまして、まあなんか変わってはないんですけど、特段。交換できる選手が増えましたと。ジョンストーンズ、ルイス・ディアス、ジョバニー・ロ・セルソっていうので、それとは今までいたアスピリクエタ・ラキティッチ、イアゴ・アスパスっていうのが、 加わって、え、もう1万か、2選手も取れるぞ。まあ、ただ、レベルもそんなに上がらないフィーチャータイプなんで、このね、今のステータスがちょっと見劣りするなって感じは、しなくもない。ルイス・ディアス、瞬発力が高いんか。ジョバーニロセルソ、アルゼンチンでこの名前やねんな。ただ、私は、アスピリクエタが結構優秀で、 8万 GP ぐらいで買えるんやったかな ?8 万2000とかで。左サイドバックで活用しようかなと。今、キエリーニが左サイドバック頑張ってんねんけど、すぐスタミナがなくて、<laughs> 体力なくなっちゃうから、キエリーニをセンターバックに戻してあげて、アスピリクエタをね、サイドバック左に入れようかなということで、アスピリクエタを獲得しますと。 いやーいいねいいねいいねアチーブメントが溜まってたんで取ったらリュカ・エルナンデスも買えるじゃないかと最高の左サイドバックとして有名なリュカ・エルナンデスも手に入れてみましょうこれでディフェンスラインが固まるかなっていう感じですね守備的サイドバックがやっぱ欲しかったんでリュカ・エルナンデスを取りましょう で、残すはね、もうボランチだけなんですよね。困ってんのは。まあ、ボランチについてはね、この 51000GP で買えるコロンビアのウィルマ・バリオスっていうのがね、めちゃくちゃ優秀なんで、この選手をね、<laughs> 後で獲得しようかなっていう感じですね。めちゃくちゃコスパがいいんで、で、ボランチできてセンター行けて、右サイドバックでもいいらしい。 で、センターバックでも使えるっていうのでね、アンカーがやっぱりね、留まってくれるから、めちゃくちゃ強いらしいんで、ボランチに最適っていう感じかな。ボランチだけは、今足りないんで、マルキーニョスが黒までは、ウィルマ・バリオスに獲得しようかな、あとは。という感じで、まあまだパラメーターは上げてないんですけども、レバンドフスキー、ね、ネイマール、リュカ・エルなんでするアスピリ・クエタが <laughs> 入って、なかなかね、いい感じの布陣になりましたね。 ま、これをね、チームスタイルレベル100まで上げてしまえばいい感じな。あ、でもブルーノフェルナンデスがちょっと古いから、ブルーノフェルナンデスをクルセフスキンに変えたりするかな。一気にパワーアップしましたね。<laughs> あとはキーパーとセンターと、で、ボランチはもうバリオスを手に入れて我慢しよう。一旦ね、補強は。ボランチできるのは今クリスタンテぐらいしかいないから、しょうがない。これが私のメンバーかなっていうのがね、一気に パックとかを買わずに、ここまで上がったっていうのでね、これでパック買ったらね、もうもっと大変なことになるんで、<laughs> メンバーが増えすぎて、で、ベンチメンバーがね、結局7人しかいなくて、まあ、困るんですよね。だキーパーの替えとかもなかなか置けないし、ぜ、負傷になったらやばいし、ベンチ外メンバーはね、こんだけいっぱいいるのに、ベンチメンバーに置けないっていうのがね、せめて10人、せめて10人あってほしい。そしたら安心してキーパーも置けてね、 ディフェンスももう一枚置けるしって。まあ、結局、ゼフ調になったりすると困るから、不調の波が高い、まあ、チャルハナウルなんかそうなんですけど、マイナスなる要因が大きすぎるんで、メンチメンバーから外すっていう可能性も出てくるんでね、ちょっとその辺を改善してほしいですね。こんな感じでね、ちょっとこれからやってきます。ネイマールとリュカ・エルナンデスを期待できましょう。 これはね、めちゃくちゃ <laughs>、悩むところなんですけど、まあ、チームスタイル適正で、とりあえず、ショートカウンターに振るしかない。98で十分ですね。まあ、他のやつも欲しいけど、こういう風に、まあ、もったいないかな。ロングカウンターとかね、サイドアタックとかも使ってみたいけど、なかなかね、チームが揃わないから、全然使えないっていうところですね。まあ、まずはショートカウンターのチームを作ってから、あと考えよう。で、まあ、ドリブル。まあ、ちょっと一試合使った感じ。 パラメーターを何も上げずに使った感じ。やっぱ AI の動き出しがやばいっすね。<laughs> 他の選手と違う。ドリブルを振らないと話にならんかな。東湾オフェンスセンスか。ディフェンスセンスとエアバトルはもう捨てましょう。もうちっこいんでね、ネ,マネイマール。<laughs> ネイマールがマークしてた選手にヘディング決められて失点っ,っていうのはありましたけどね。もうしょうがない。まあ、こんな感じかな。結局シュートを4にして決定力80まで上げて、 ドリブルを8上げて92、まあ、94とかまで乗せて、クイックネスでオフェンスセンスは80にして、瞬発力90。脚力、んー、もうスタミナがないんでね、鍛えようがないかな、スタミナは。振りすぎてもな、しゃーないっていう感じかな。前半爆発させるっていうな。<laughs> 後半デブライネとか言おうかな。まあ、デブライネはずっと出てるからあれなんですけど、94まで上がる。 それと、ショートカウンターに振ってるって感じですね。スピード80に乗せたところで、そこまでの違いが分からんでしょう。それよりは、オフェンスセンス上げと、ドリブルですね。よし、これでいこう。後悔ばせん。<laughs> まあ、足早い選手はね、他にいるから、唯一無二のドリブルマスターということで、これにしましょう。よし、頑張っていこう。ドリブル覚えよう。パラメーター的にもいいでしょう。 で、レバンドフスキーはちょっとね、あのー、<laughs> トレーニングポイントが足りませんでした。ということで、ショートカウンターのチームスタイルだけ上げた状態ですね。でも使ったけど、やばいよ、レバンドフスキー。もうどっから打っても入るもん。もう蹴ったら入るで、ほとんど。それぐらいレバンドフスキーやばいっす。この状態で、フィーチャーの状態で。<laughs> あともう何鍛えろっていうねんって感じかな。そんな感じはしてきた。いや、強い。マジで強い。で、ヘッダーもついてるから、ヘディングもいけるしね。 やばいわ。アスピリクエータも同じくポイントが足らなかったんで、ショートカウンターに振っただけですね。もうちょっと考えて、こっちは振ろうかなっていう感じかな。ディフェンスかスピードかどっちかっていうところか。まあ、センターバックでも使えるけど、やっぱちょっと身長のなさが178っていうので、やっぱ冨安の方が安定感がありますね。さてさて、リュカエルなんですよ。 こんな感じかなもうちょっとパスを捨てて、ドリブル、まあ、70を持ってキープできるようにして、クイックネス上げて瞬発力を80に乗せると。で、脚力を、スピード81あれば、ま、あ大丈夫でしょう。スタミナも82あればね。センターバック起用も全然いけるんで、リカエルなんですに関しては、センターバックで使っても強いかな。で、ディフェンスをここまで、まあ、もうちょっと上げることもできるけど、アグレッシブネスが97やから、もう、 <laughs> 絶好調の時に99になるんじゃないかなっていうことで、ここ、それ以上ね、もったいないから上げないようにして、14で止めました。まあ、12ぐらいでね、止めちゃうのもありですけどね。まあ、守備的サイドバックなんでクロスを上げに行かないんでね、こんな感じにしよう。後悔はない。ディベンスセンス92まで乗った。で、ショートカウンターに振って、これで確定させましょう。<laughs> めちゃくちゃ強いぞ、リカエルなんです。91。まあ、振り方によってはね、92とかにもなるんですけど、まあ、そこは気にせず、これで行きましょう。やばい。やばい、マジで。<laughs> はい。ということで、チームスタイルレベルをちょっと100にして、あのー、キーパーだけ、<laughs> キーパーだけね、ちょっと足りないんでね、本来、ブッフォンにすると96になっちゃうから、まあちょっと、実際には <laughs>、ブッフォンを使う感じになるかな。キーパーをちょっと求めてるってところですね。ただ、もう前線がやばくなった。レバンドフスキー、ネイマール、デブラインにいますからね。ちょっとボランチをね、また考えないといけないけど、 まあ、リュカエルなんですけど、ケリーニ、トミアス、アスピリクエーターと、ディフェンスラインも揃ってきたんで、かなりいい感じですね。いいわ、これは強いわ。<laughs> 一気に私のチームがね、レベルアップした。まあ、でも言うてもチームパワー2569。あ、これ、ふざトがおるから <laughs> フふざトがおるからやな。あー、あんま変わらへんな。まあ、こうか。96で。オーバーメヤンももうちょっと上げたかったけど、振り間違えたんでしょうがない。いやー、いいですね。こんだけあれば、 十分っすよ。<laughs> かなりいいチームが出来上がったんでね。ちょっとポジションをね、これからいじって、ボランチの穴をどうカバーするかというのと、ネイマールのドリブル輝かせるのと、レマンドフスキーにヘディングもさせたいんで、まあ、っていうか、両センターフォワードがヘディングできるし、裏にも抜けれるし、バチバチ強くなった。<laughs> いやー、バージョン1.1.1シーズン2にして、結構強いチームになってきたんじゃないかな。ここからね、 ま、ショートカウンターのチームがほぼ出来上がったんで、それ以外の作戦のね、チームを次集めてもいいかなっていう感じもしてきましたね。めちゃめちゃアチーブメントによってポイントもらえるから、なんかこう、チームを作ってて楽しいですね。まさかレバンドフスキーがね、手に入るとも思ってなかったから、ネイマールだけ補強して、あとどうしよっかなーっていう考えてたところに、ポイントがガツガツもらえたし、星5の契約権なんでもらえたんでね。いやー、いい買い物をした。という感じでね、また、 シーズン2新しくなったんでね、やっていきたいと思いますんで、次回もお楽しみにお待ちください。それではまた